そのビビアンっていうなんか色っぽかったり可愛い女の子だったりっていうイメージとか、あとはすげえなんかかっこいい女の人だったりとかさ、そういう人が首ったけになるような、まあキラーズってのはそういう意味なんだけど、そういう曲たちだよっていうイメージっていうのはちょっとあった。この曲をで、その日のスタジオで一発目でやって、大体こんな感じっていうのを言われて、みんなで合わせて本当に 2,3 回やって、もうほとんど大まかな流れができた。そうか、こうやってやってんだみたいな感じで、しばらくかかった。まだ曲が決まるまで迂闊にあんまりこう詰め込もうとするとそのイメージが離れなくなるから、全然違うバージョンが存在するんです。うん、まあでも演奏する方は大変だよね。俺だからギター弾いてないし、多分最初はカッティングとかやってたかもしれない。途中でもうこれやれないなと思って。